南海トラフの位置。王船の部分は、駿河トラフとも呼ばれる。南海トラフは、四国の南の海底にある水深4000メートル級の深い溝のこと。東端オカネスの瀬付近のトラフ強作部、西端を九州パラオ海嶺の北端とする。南海トラフをデフォルマションフロントとして、南側のフィリピン海プレートが北側のユーラシアプレート下に沈み込んでいる。 収束型のプレート境界としている。南海トラフ北端部の駿河湾内に位置する渦汚染の部分は駿河トラフとも故障される。九州、パラオ海嶺を挟んで西側に琉球海溝が連続する。数十年から数百年間隔で南海トラフのメガスラスト及びこれに付随する断層を震源断層とする巨大地震が発生していると考えられている。 南海トラフ沈み込み帯に並行して上磐速には西南に本湖が伸び、深海や外縁流気体、全湖海棒が発達する。プレートテクトニクスの解釈によれば南海トラフは北西方向に進んできた密度の高い海洋プレートであるフィリピン海プレートが密度の低い大陸プレートであるユーラシアプレートと衝突してその下に沈み込んでいる沈み込み帯である。 南海トラフの巨大地震震源域では、陸上の GPS 観測網から、陸側のプレートが西北側へ移動していることが示され、プレート間の固着によって、陸側のユーラシアプレートもフィリピン海プレートと共に引きずり込まれており、滑り遅れ速度分布として知られていたが、海上保安庁によって2011年から約4年間、行われた観測では、南海トラフ沿いの海底においても、 陸側のプレートが北西方向に移動していることが改めて示され、移動速度は海域ごとに異なるが最大となる、遠州灘と紀伊水道沖では、最大で年間6センチメートル程度の移動とされている。南海トラフのトラフ軸は、駿河湾の富士川川口付近を起点として、お前崎沖まで南下しその後南西に向きを変え、潮の見沖、 室戸岬沖を通って、九州沖に達する。九州東方沖にある西端の先は、琉球海溝につながる。また、富士川川口付近にある東端の先は、陸地である、富士山、箱根山、丹沢山地付近を経て、相模トラフへとつながると考えられているが、どの断層帯が境界であるかは定まっておらず、むしろ、一つながりの断層ではなく、多数の断層群が、 プレート間の力学的境界を成しているという見方もある。第二次世界大戦後の昭和中期に南海地震の研究を行った沢村武雄は南海地震や東南海地震の震源域が西日本に平行に東西に伸びていることに着目し、これらの震源域を症状断層であることから南海スラストと名付けた。後にプレートテクトニクス理論が一般化すると、 単なる症状断層ではなく沈み込み帯であることが分かり、深さ6000メートル未満なので、南海トラフと呼ばれるようになった。過去に発生した南海地震、東南海地震、東海地震の推定震源域南海トラフの各所では、マグニチュード8クラスの巨大地震が約100年から200年ごとに発生している。最も新しいものでは、1944年に、 キーハン島南東沖を震源とする東南海地震1946年に同じくキーハン島南方沖を震源とする南海地震が発生し、いずれも死者が1000名以上に上る大きな被害となった。しかしこの時、この2つの地震の震源地に隣接する駿河湾付近の南海トラフでは地震が起こらなかった。駿河トラフではキーハン島沖から駿河湾を 震源域として発生した1854年の安政東海地震以来150年以上にわたって地震が発生していない状態が続いている。このため、プレートが滑り残った駿河湾で単独の巨大地震が起こるのではないかという懸念が1970年代頃から出始め、プレスリップ理論に基づく予知法を根拠として大規模地震対策特別措置法に基づく 予知体制が整備された。一方、安静の地震のもう一つ前、宝栄地震の際には、四国沖から駿河湾までの広範囲で一度に地震が発生し、連動型となった。このように、南海トラフでは、繰り返しの道に巨大地震の発生様式は異なることがわかっている。政府として、東海地震対策が進められる中で、さらに東南海地震と、 南海地震が連動した三連動の東海、東南海、南海地震を想定する動きが2000年代ににわかに見られ想定が行われた。しかし2011年に発生した MW9.0 の東北地方太平洋沖地震はこれまでの想定を超える規模の地震が南海トラフでも起こりうる可能性を浮き彫りにし、 M9 クラスを想定範囲に入れた南海トラフ巨大地震として想定を見直すこととなった。さらに、これら3大地震には含まれないが、南海トラフの西端部で発生する日向灘地震というものがある。この地震は上記3つのように M8 以上の海溝型地震を起こしたという記録は現在のところない。しかし、 M7.6 前後の地震を約200年周期で引き起こしており、一回り小さい M7.0 から7.2の地震は約20から27年という非常に短い周期で引き起こすことが知られている。特に1498年日向灘地震では南海地震と連動した可能性、1707年の大栄地震では東海、東南海、南海連動型地震に加えて、 日向灘地震も連動した可能性が指摘されている。海口型地震の研究分野においては、滑り分布の情報が最も充実している場所である。また、後日の地震発生体育施策計画の成果により、海口軸付近でも地震性滑りによる熱変異を生じた痕跡が発見されており、発生する津波が想定を超え巨大化すると懸念されている。 南海トラフ巨大地震では最大クラスの想定で MW9.1 最大震度7死者32万人程度と予測されている。2003年10月から始められた24カ国が参加する多統合国際深海掘削計画によるプロジェクトの一環として南海トラフ地震発生体掘削計画が行われている。このプロジェクトは日本の地球深部探査船 地球と米国の掘削船2隻を主力とし、欧州が提供する特定任務掘削船の複数の掘削船により、新海底の掘削調査が進行中である。目的は、地球環境変動、地球内部構造、地殻内生命検討の解明で、全体として4段階に分けた掘削が計画されている。2011年時点では、 ステージ3まで終了するとともに採集したコアの分析が進められている。海洋研究開発機構が運用する地震と津波を常時観測監視するシステムとして、熊野灘にドネット及び徳島県沖から高知県沖の紀伊水道にドネット2があり、観測データは防災科学技術研究所及び気象庁へリアルタイムで提供されている。ありがとうございます。